あ。前髪やばいな。前髪切りたい。長すぎ。今日は夜公演のココテンです。ハイタッチ会場で、そう、博多の香りが販売されるんですよ。販売されることが決まりました。皆さんぜひゲットしてください。博多の香り食べてください。今日は5時からなの。辛い方は激辛で、多分普通の辛口って書いてた、激辛って書いてた、分かんないけど、ね、雨ですね。激辛か、販売されるのは。激辛と普通のやつが多分販売される。激辛は結構辛かったです。私食べたことあるけど、めっちゃ辛いの得意な、なんかギリギリ食べれる感じでも、めっちゃ辛かった。両方食べてみようかと思っているよ。両方食べてみてください。私コーペギリギリ、そう、多分私がギリギリ食べれたけど、でも辛かった、めっちゃ。多分食べれると思います。激辛食べるとビール飲めたくなりそう。ビールの味はよくわかんないけど、おつまみになりそう。明日の昼ご飯、博多の香り足りる？
ウインナーだけど。普段飲むの何飲んでる？お茶が多いですね。水よりお茶派です。昨日はそう、リハが終わってサマステのセトリの会議をしていました。セトリが出来上がってやるのがすごい楽しみですね。覚える曲もたくさんだったので頑張りたいと思います。サマステは初めてなので。私も麦茶が好き。荷造りは終わりました。冷まして申し込み、今日まで？皆さん絶対来てください絶対来てください。ハイタッチカーは衣装だから荷物少なめ。いつもよりは確かに少ないかもしれない。お誕生日は明後日です。14歳最後の公演ですが、やり残したことはない。やり残したことはないですね。公演でやり残すことはないです。今日14歳最後の公演だって。頑張ります。
今日ここで入ったら斉田さんものご一人楽しみます、だって楽しみましょう。これ何これギフト、猫ちゃんありがとうございます。今は中3です。でここやばくない、これどうね、どうなってんの。ここやば、横向いたらボコって、髪の毛のこのほら癖がやばい、このやばいな寝癖。これは可愛くないでしょこれは可愛くない、寝癖がすごいのよ。しっかり乾かしても寝癖できちゃう。うん、マッハさんかわいい、ありがとうございます。できちゃいますね。もっとボサボサでもいい私は室外で浴衣着るんかな。浴衣はあんま着ないな、普段。普段っていうかまあプライベートでもあんまり浴衣は着ないですね。なんか夏祭りとか行く時も浴衣はあんま着たことないですは多分朝早いと思います。多分明日の配達会でのアドバイスありますか。私も初めてだから分かんないけど、どんな感じなのか分からないけど、と公演前には切りたいですね。長すぎて、見てやばくない？ハイタッチの強さどれくらいにしますか。バーンバーンくらいにします。嘘です。チャージおはよう、おはよう。こんにちは。嘘です、ちゃんと通常通りハイタッチします
それではちょっと今日短いんですけど15分だったので終わりたいと思います。じゃあ13位から読みます。13位、ママッペありがとうございます。12マッハさんありがとうございます。11ホタテさんありがとうございます。15ハンマンさんありがとうございます。9位キョウコノコロさんありがとうございます。8位ムハマロさんありがとうございます。7位博多ナルナルさんありがとうございます。6位ヒデさんありがとうございます。5位ただの魚さんありがとうございます。ユノリップさんありがとうございます。3位クロさんありがとうございます。2枚の子ありがとうございます。1位ヤスさんでした。ありがとうございました。それではまた明日会いましょう。講演もよろしくお願いします。行ってきます。バイバーイ。